全国で800回以上開催の就活イベントニーツカンパニー。イベント終了後ご希望の方にはリクルーターがついてあなたの就職活動をサポートします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。そろそろアメリカに行って稼ぐか。いいよ、座ってる。はい、ということで今回は海外出稼ぎ労働者と海外赴任についてっていうテーマでお送りしたいと思います。ちょっと前に話題になったんですけど、まず海外出稼ぎの方から話題になっていて、国内の低賃金や円安を背景に日本の若者が仕事を求め海外へ、海外の飲食店でのアルバイトで収入が日本にいた頃の倍になった、こういったエピソードが出稼ぎ日本人や鮮烈なフレーズとともに報じられた。成功談が大きく注目を集める中、住める家が見つからない、最低賃金を守られない、給料が支払われないなどといった渡航先のトラブルなども報じられているという感じでございます。ニュースご存知でした？このニュース海外に行ってオーストラリアの農場で働いたりとか寿司屋で働いて、寿司屋の人の例でいくと年収が8000万円。8000万なんとか分かんないんですけど、ちょっと前に話題になってたんですが、こんな夢のような働き方あるんだってウェイみたいな感じで、俺グリーンバックの中で変なことやってんのにって思いながら。逆に海外で働きたいんですか？別に思ってはないですけど、ウェイウェイしてんのこっちムカつくみたいな。ネタミスか。ネタミです。このような海外出稼ぎやワーホリに対して率直にどう思います？ちょっと結構身内話ですけど、妹が今就活生なんですけどワーホリ行こうかなって言い始めてて、でもそういう学生増えてますね。留学行くんでやっぱり辞退しますとか結構いるんで、コロナが緩和されてっていうのもあって海外に行きたいみたいな、そもそもの需要は高まってると思いますね。なんで同じくワーホリの人も増えてるんじゃないですか。コロナ前と比較してどうかちょっと分かんないですけど、増えてるは増えてると思うんですけど、僕は正直お前なんで行くのっていうふうに思っちゃったんですよ。いやでもワーホリっていうのは先進国風の言い方だなと思いますが、実際はそういう時代ではなくなってくるというのはもう各所で言われてますね。特に経営者の人たちと話してると、日本人が例えば中国人とか韓国人の掃除婦をやるとかっていうのは近い将来起きるよねっていう話はよくありますね。日本の金持ちの家でフィリピン人が家政婦代行やってるのを聞いても別に皆さん何も違和感ないと思うんですよ。これが逆転するっていうのは別に遠い未来ではないよねっていうのは全然ある話だというのはよく言われてますし、この番組で取り扱うのかどうか分かんないですけど、売春とかも日本人が出稼ぎで海外に行って一回いくらとかっていう話はそういうの流れてきたりします。どうぞ。俺の美咲さんぐらい行く行かない別としてね。最低っていう時代になってますよ。なのでこれはもうどんどん日本は後進国というか、悲しいけどなっていくと思うよ。ワーホリって今まで留学で日本での出世のために海外経験を積むだったじゃん、うん、だけど例えば海外に行ってレストランでアルバイトして1日3万円もらえますってなったら、学生のバイトとしては1ヶ月で90万稼げるんだったら行くよね。でもそれが1万円だったら日本と変わんねえじゃんって行かないじゃん、うん、っていうのはこれから起きてくるよねっていう話ですね。シンプルに金を稼ぎに行くと、しかも向こうの方が生活コストを抑えられるんで、可処分所得でいうと、いやでもそれは物価高い国に行って生活コスト変わんなかったとしても月収が上がるんだったらっていう話だから、別にカンボジアに行ってバイトするんじゃなくて普通に中国とか行って家賃が日本と同じかちょっと高かったとしても日本より稼げるんだったらえぐよね。そういう現実来てるんですよ。それで言うと僕東大行ってますけど、研究者とかはもっと前から言われてます、うん、研究者とかって割と社会の余剰というか社会に余裕がないと金出しづらい。僕の友達だと文筆系とかバンドとか、それもやっぱ何十年前と比べて圧倒的に金ないっていうふうになってて、うん、そしたら海外しかないみたいなのはあるって。じゃあ同級生と海外行って研究したりとか、知り合いではないですけどやっぱちょっと年上の先輩とかだとよく聞くことではあるので、うん、まあ、それがどんどん広がっていったら普通のサラリーマン層とかどんどんそうなっていく気はします。じゃあこういうキャリアってどう思います？キャリアっていう概念が先進国が先進国として上から目線で見てる節はあるよね。キャリア構築のための経験として海外で働くみたいな。でも別にフィリピン人が日本で家政婦をやることにおいてキャリア構築のためとか思ってないじゃん。だから若者とかでこれから貧困層っていうのがどんどん増えていくから、その人たちからしたらキャリア構築とかそういう目線じゃないと思う。海外でも仕事作りに行くみたいな意味ですか？そう、シンプルに生活のために行くっていう感じじゃない？海外も稼げるから日本に仕送りするみたいな。仕送りか分かんないけど、でもそういうことで、だから一般的ないわゆる大卒とかでちゃんとした企業に就職してっていう人たちの海外を見る目線と、これから来る現実の若者が海外に行くことの意味合いってちょっと違う気がしてて、とはいえ今回のテーマは学生の中でも上位層の人たちに向けて話すんであれば、ワーホリとか留学してグローバルな展開に対しての対策を
するっていうのは別に今となってはというよりか、もともとそういう時代が来て英語の重要性とかっていうのはこれからも加速するんじゃない。僕意外と鴨本さんそんなとこ行くんじゃねえって言うかと。日本に外国人労働者がこれからどんどん入ってくるね、コロナが明けて、それはもうこれからも加速するわけじゃん。高齢者が増えて若い人がいなくなったら当然安い人件費としてより後進国が入ってくるけど、でも日本は日本で苦しいから、ツイッターとかでパパ活案件とか、ドバイの金持ちの家に1ヶ月行ったら300万ですみたいな。なんでちょっとこっちに、ね、視線感じてますけど。良くないですね。パパ活やってるんですかって言いたかった。ドバイ行ったことあるから食べようや。ドバイ行ったことあるかどうかは聞いちゃダメ。ないですよ。ありません。でも友達とかどうすか。友達だったらまあ確かに。そうですね、友達はいるかもしれない。友達海外遠征とかしてる？さすがに国内にとどまってるかな、私の友達は。でもそれ桁1個上がったら話があるよね。例えば一晩200万とかっていうの、一晩2000万とか、一晩2億とかドバイの金持ちが言い始めたら、家政婦やって5、60万稼げるとかっていうのも全然あるだろうし、今後はこういう流れ加速していく、加速する、二極化する。あとめっちゃ気になってるのが、大きい会社が海外でビジネス展開するじゃないですか。それは分かるんですよ。そうでもない会社が海外に海外事業所とか作るじゃないですか、うん、あれは何なんですか。別に国内で同じような事業やった方が儲かると思ってるんですけど、うん、違うから海外行ってるんじゃないですか。リスクの方が大きくないですか、海外で広がるか分かんない。それは本人が考えてやってるんやから貢献した方がいいよ。いろんな理由があって、一つは経営者として海外展開してるっていうのは一種のステータスなんだよね。それが言えるようになりたいっていうのが一個、まあ、すっごいちっちゃな理由から言ってるけど、あとは採用にもいけるよね。グローバル展開してる会社っていうので優秀な人材が集まりやすくなる。で、本業として儲かるっていうのが最後に来る気がするな。特に中小の企業とかだったらルーツがない限りは基本はきついんじゃない。じゃあほとんどロマンに行ってるってこと、うん、ロマンっていうより、もちろん絶対無理と思ってやってる人はいないよ。ただチャレンジしたいって気持ちやっぱでかいよ。それは日本よりも大きい宝くじ引いてるみたいな感じ、うん、当たった時の人口が多いから、海外展開行けるってなったら一気に市場広がるじゃん。やっぱビジネスを極めれば極めていくほど、例えば俺で言うと IT フリーランスで俺のことを認知してない人っていうのは結構減ってきてるわけよ、はい、ってことはフリーランス市場で俺が獲得できる売り上げっていうのは実はもうアッパーが近づいてるっていう見方もあるわけよ。ってなったら、こっから先30年このゲームやんのって言ったら、新しいゲームやんないと売り上げって伸びていかないじゃんこれ以上、うん、ってなった時に IT フリーランスっていう領域で中国で同じ座組で成功したら人口10倍いるよねっていう話になって一気に広がるじゃん。だからチャレンジしたいのよ。余剰資金あったら中国でもチャレンジしたいしっていうのが大きな宝くじになってるっていう。当たった時がでかい。結構ポシャることも多いんですか、ね、ポシャること多いけど、でも余剰資金で例えば毎年5億円利益が出て1億は宝くじやり続けると、はい、当たったら100億円になるだったら100回チャレンジしてもいいって気持ちになるじゃん。新規事業そういうもんだから、海外でチャレンジする人っていうのは一定数いる。それこそ女優さんとかいます、こじるりとかもなんか中国行く。ああ、そうですね。セクシーの方々が結構、セクシーの方々結構海外でめちゃめちゃバブってる方多いですよね。海外展開でもいいんですか。日本で成功しないと宝くじ引いた方が。いや、もう海外はやってみて気持ちはあるし、それこそ8年前ぐらいに中国の SNS にも一回ショートで投稿したことあった。だけどなんかあんまり広がらなかったから、しかも結構大変だったんで翻訳とかするのも。日本語でやってあれなんですか。日本語でやってるネタを中国語で直してもらって中国語でやるっていう。へー。 YouTube とか海外の動画とかってシンプルに人口が多いから、チャンネル登録何億人とかいるじゃん。あの人口でかいから成り立つよ。海外事業を作って海外で働きたいみたいな学生って僕の妹しかで結構増えてる気がするんですけど、海外赴任に任せる方ってのはどういう方が多いですか。会社によるとは思うんですけど、 DYM さんも学生が海外でも将来的にやりたいってなった時に、うちも海外展開してるからって言いやすくなったんじゃないですか。あ、もちろんもちろんもちろん。だから採用に生きるわけですよね、はい、海外展開してると。実際はそんな多く今はないかもしれない。今現在どんな方がいてるんですか。海外新2年目の社員は5、6人タイとベトナムに行ってるんですけど、1年目の段階から傾向はあんまりうちの場合はないですね。立候補して向こうの支社長と面談をして支社長が抜擢するっていう。基準は結構バラバラ。英語は加点ぐらいですね。熊谷さんがどっかの海外に飛ばされそうになったみたいな話じゃなかったですか。あれはなくなりました。どこでしたっけ。ポーランドです。この回に熊谷さんがいたらいじれたの。そうですね、相当いじれましたね。だいぶ嫌がってたんで。結構長い間ポーランド行くっていう話
が熊谷さんに会ったらしい。一時期役員陣にはポーランドに行きって言われてました。じゃあ特に DIM さんに限って言うと行きたい人が行くみたいな。そうですね、向こうってカルチャーとかも全然違うんで、ちゃんと続けてくれるかみたいなところが大きな指標ではあると思うんですけど、それ以外はそんなに武将も人柄も頑張ってきたこともあんま傾向はないので、商社とかだったら英語喋れた方がいいとかあると思うんですけど、うちはそんなにないですね。支社長とか向こう行って英語覚えたとか言ってるんで。 あっちの人とコミュニケーション取ったりするんですか？あります、あります。何が大変なんですか？日本人はやっぱきっちりしてるってよく言ってますね。約束ごと守らないとか時間通り来ないとか平気であるらしいんで、そういう意味ではマネジメントの面とかすごい大変とは言ってます。ただ鴨本さんおっしゃってた通りマーケットも大きいですし、向こうにある国内企業って大きい企業が展開してることが多いんで、取引先も大型が多かったりとか、向こうに展開するメリットもあると思います。ありがとうございます。ということで海外出稼ぎ労働者と海外赴任についてでした。ありがとうございました。ありがとうございました。